こんばんは。なんか大分地クマのサンタなんとかありがとうございます。わしょーちゃちゃみちひろこうちゃんももべる握手2日間ありがとう。こちらこそありがとうございました。楽しかった。野口さんの配信がないことにまだ違和感。私もそう、通知が来ないんですもん。もう野垣美希さん配信始めましたっていう。そう、悲しい。握手会はじめましてでした。ありがとうございます。楽しかった。ハッピーターン。やっぱ黒いから洋服が光る。さやちゃんが毎日アイドル後継者でしょ。そう、私の中で勝手にそう野垣さんを継ぎたいなって思って、まあ1011日もやれる自信はないけど、でもそれくらい長くは続けようって思いました。なんか1年経ったら一瞬やめようかなと思ったんですよ。でもなんかショールームって私の中ですごい大きいし大事だし、唯一ね、あの動く私とファンの島民の方が会えて、またね初見の方が見てもらって好きになってくださる方もいるしね。ショールームって最高やな。最高だね。初見です。ありがとうございます。名前が読めない、くれない、なんだろう。そう、しかもね、大好きな憧れの方の野垣さんなので、余計に続けたいなって思いました。私なりに頑張ります。受験です。嘘やん。クレア、クレア、すごい素敵な名前。女の子かな。アバターかわいい。よろしくお願いします。ありがとうございます。ついていきます。ありがとう。ももちゃんが選ばれたショールーム選抜があったらさやも選ばれていない。ああそう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 、それもあったら絶対私は立候補してショールーム選抜になれるように、絶対やります。私あったら。こうちゃんと とかね、普通に直で聞けるしね。直、画面越しだけど。都民ってどうしたらなれますか。いつでもなれる。なってもいいですかって聞く時点でもうなってるかな。そう、いいことですね。よかった。古畑さんと同じ服。そうなんですよ。今日しかもそう、アーヤにも会ったらすぐに言われた。あって、ここ刺して、あって、一緒に何かなって思ったけど、これかと思って。やっぱ気づくの早いね、アーヤは。さすが古畑さんが大好きなアーヤ。音符あれ、いいの。下に来たら余計に可愛い。こんばんは、こんばんは。握手会の時にフラダさんおったにブランド聞かれた。そう、ジーティー様です。こんばんは、こんばんは。さあや、はい。昨日服も可愛くて好き。やった。ニッさん昨日クマみたいなの好きでした。それ私も気になったんですよ。なんか写真も撮れなかったから余計に分かんなくて。あれ何ですか。服についついてたんですか、クマが。可愛い。
なめかずちハートありがとうございます。くまくまかわいい、さすが同い年。何それ。ねえ、まあね、なんか今日の最後のメールがね、ちょっと